そして今回川崎重工と三菱重工が1年おきに潜水艦を作っている、はい、その三菱重工業という、はい、日本の、重工長大のトップに立つ大きな会社ですよね、はい、それから戦前のゼロ戦を作っていた、はい、その三菱の延長線上ですから、はい、でその中で大きく捉えた三菱グループの中では最近三菱自動車の燃費不正問題って出てきます、はい、でもともと三菱自動車というのは三菱重工の、はい、子会社のような形でこう成長していった会社なんですけど、はいはい、この三菱自動車の方とその今回の三菱重工業どんな関係があるのかっていう、直接は関係がないんですけども、うん、逆に深刻なところっていうのは、うん、こういう日本の中で超エリートトップ企業の疲れが現れてますよね。だって今回の、これは先週もお話しましたけども、三菱自動車の件っていうのはかつてあれだけのことを起こしてるわけでしょ、うん、やっぱり雪印のこと頭にみんなどこの企業経営者も置いてると思うんですよ、うん、1回目はチャンスあるんです、うん、2回やると、うん、ブランド企業でも潰れるってことは、これは職の、問題でしたけどね、偽装の、しかしそれは雪印でどの企業も懲りてると思うんですよね、ところが今回やっぱりこういったこと2回起きてしまった。しかもね、自分の会社の事情能力あるいは内部告発じゃなくて、納品してる先の日産が調べてみたらこれなんだって話になったと、こういうことですよね、しかも社長が出てきて不正があったってこと言っちゃうと、不正があるってことは率直に言いますよ、捕まえてくださいって意味ですよね、要するに不正っていうのは不正認識があるってことは違法なことをしてたってことにすぐつながりますから、だからこれ会見では通常社長が言わないわけですよ、弁護士と相談しておけば、だからいわゆるお詫び会見って世間を騒がして申し訳ございませんとか、不適切な行いがあったんで調べてますとか、そういうことを言って不適切も言わない場合あるでしょ、世間をお騒がせしてと、ふざけんじゃないっていうのは一般人の感覚ですよね。しかし会見をやってる経営陣ってのは一般人への説明あんまり考えてないと思うんです。検察が見てるから、いかにして事件化を避けるかと、それだから違法性認識が少なくともなくて組織ぐるみではないっていうことをとりあえず会見では印象付けることをやるわけですけども、会見見てる限りこれ捕まえてくださいって話ですよね。そうすると組織防衛の危機管理能力はどれぐらいあるのかと、ちょっと心配になってくるんですよ。会見に出る場合っていうのは必ず顧問弁護士の方とか、その法務関係の方とこう相談して、であらゆることを360度検討してからもう会見出るっていうのは普通だって。ただし、はい、法務の場合でも、私は自分の顧問弁護士いるんですけどね、普通の人は顧問弁護士ってのは税金の話であるとか、著作権の話であるとか、民事の専門家なんです、私の顧問弁護士は刑事の専門家なんです、刑事の顧問弁護士って言ってるっていうのは過激化学広域団体ですからね、通常は。それは私は刑事事件の経験があるんで、逆にこういったことで名誉毀損の刑事訴訟を起こされたらまずいとか、あるいは検察絡みの事件見たときに、これどの程度法的に引っかかるかっていう、その取材の関係のところで刑事のプロが必要なんですよね。刑事弁護士に相談してないですよ。だからあくまでも、コンプライアンスが民事の範囲のところで考えて、事件化されて自分たちが捕まるっていうことは考えないで、想定の外なんでしょうね。だから刑事弁護士に相談してたら、ああいう僕は会見にならないと思うんです。イメージからすると三菱グループっていうところの、その一つの会社ですけども、いや能力はすごい高いですからね。高いですよね。それはもう商事、三菱商事にしてもね、三菱重工にしても三菱電機にしても、今言ったところって私個人的にいろんな人知ってますから、それはものすごい能力、士気も高いし能力高いですよ、そのグループ内でなんでこんなことが起きてしまうのかっていうのは結構深刻な話だと思うんですよ、っていうのは三菱だけじゃないと思う、日本の巨大企業のあっちこっちに今きしみとか緩みとか来てると、いやそういうことだと思うんですよね。だから揺さぶりはあっちこっちの会社と同じようなこと出てくると思いますよ。そういう今節目になっちゃってる、それたまたまなんですか。それは構造だと思います。構造、要するに右肩下がりの時代になってきた、右肩が上がってればいろんなことで仕事を普通にしてても少しずつ給料上がってくる、それ成果上がればガンと上がると、今は一生懸命やっても、なんか給料下がるし将来退職金もらえるかなと、少なくとも減るし企業年金もどうなるんだろうと、あと国の年金どうなるんだろうと、みんな不安だらけですよね。こういうような状況の時ってなかなか士気が上がらない、そこのところで上からこのデータ出せって言われると、やっちまえというような感じになったんじゃないかなって想定してるわけですよ、一昔前だったら無理なものは無理ですと、しかし競争があるんだと、お前工夫しろチャレンジしろと、
この言葉は三菱は出てないですよ。しかし東芝の件だってそうじゃないですか。そうですね、うん、東芝だってあれだけの会社がですよ、うん、なんであんな粉飾みたいな話になっちゃうのかと、うん、工夫しろとかチャレンジしろとか、やっぱりこれ右肩下がりだからですよね。右肩にが上がっているならば、あんなことしないで大丈夫ですよね。だから普通のやり方じゃ数字出せないんですよ。その無理から来てると思うんですね。まあ、右肩上がりの時はこういうものを作った、これだけ売れるだろうっていうような、なんかビジョンみたいなのありましたよね、はい、今そういうものないですもんね。だから今回で言えば、あの同じグループ内でも違いますけども、三菱重工としてもこれショックですよね。ショックだと思いますよ、うん、やっぱりあの三菱のブランドに対するみんな誇り持ってますからね、うん、少なくともこういうことをしかも二度やるかと、うん、一体どうなってるんだと、うん、こういうふうに思うと思うんですよね、はい、でも逆に今度あの自動車の人たちがさ、うん、それは重工はいいよと、うん、国に言われた仕事でって、うん、値段だって自分たちで決められるじゃないと、うん、こっちは市場の中で激しい叩き合いやってるんだと、うん、こういうような感じになってきているんで、うん、それぞれの人たちがそれぞれの言い分持っちゃってるわけですよね。ただそこのところを判断するのは会社の論理や、うん、あの専門家集団とか技師たちの論理じゃないんですね、うん、それ判断するのは最終的な国民の平均的な感覚なんですよ、はい、だから今から例えば40年前、うん、40年前だったら車のカタログと見てすげえなと、うん、リッターで60キロ走るのかとか、うん、これ燃費が悪いって言われたら、この車でも35キロ走るのか、こういうふうに見てたわけですよね。うん、それは全く負荷がない、抵抗がない、うん、平らなところで、走らせるんで、うん、そのカタログ上の燃費なんて誰も信用しなかったんですよね。はいはい、しかし、今そういう時代じゃないわけですよ。実態に近づけたもので書くと。やっぱりその時代の変化っていうものを冷静に受け止めないといけないわけで、その辺がやっぱりずれてるんですね。でもこれ私の反省にもつながるの、外務省の時の感覚、外務省の時の基準、北方領土問題に関してはいい外交さえやってればいいんだと、専門家的に見て国民に説明する必要ないと。だから四島一括返還なんていうスローガンは1991年に下ろしてたんだけども、別に説明しないでいいと。それで自分たちを交渉したらいつの間にか鈴木みの事件だった時、お前ら四島の旗を下ろしたのかと、一括返還言わないのか、国賊だってなっちゃうと、うん、でもそれは今になると私は反省してるわけですよ、うん、なんで自分たちのやってることをきちんと説明してなかったのかと、説明して理解が得られないことだったら一歩立ち止まらないといけないわけですよ、うん、その時に自分たちの狭い集団の基準でやったらいけないんですよね、うん、これ潜水艦の売り込みの話でもそう、うん、こんなの政府やってることですからってことじゃなくて、これはオールジャパンでやらないと、うん、それから政府にしても外務省にしても、うん、政権交代のインパクト、民主党から自民党への変化で分かってるわけでしょう、うん、じゃあオーストラリアで政権交代が起きたら、その時は必死になってロビー活動しないといけないわけですよね、うん、だからその辺含めてね、なんか弱ってるしずれてますよ。